どうも、佐藤さんです。佐藤さん、もう一杯の79回目でございます。あ、配信日の今日は9月の9日。あ、ですね、ゾロ目ですね。8月の21日はトラベラーズ総区の霊峰の DVD 発売記念イベントがあとそうです。なんですって。もう、したら言います、私は。はい。で、今日はね、ここに手元に、トレンディードラマ CD、僕たちのサークルドラマ、こちらね、皆さんお聞きいただけましたでしょうか。こちらね、いいですよ。このね、この、無駄な、この、シャになってるこの字体が僕は、やっぱり90年代だなと思ってるんですよね。クレジットを無駄にローマ字で固めてみるとかね、いうのがありまして、あとは、初代歌運命のキャスト、こちらねお聴きいただけましたでしょうか。久々にキャラソン以外の歌を歌わせていただきましたよ。いいですね。本当にご協力くださった皆様、そして、出演してくださった本名さんと福縁さんにはもう感謝の気持ちでいっぱいでございます。夢が叶いました。ありがとうございました。ホクホクでございますね。ありがとうございます。ヒューヒュー。さあ、というわけでね、今日もやっていきましょう。読めねえな。シングルモルトスコッチウイスキーってことはわかります。ワンちゃんの絵が描いてありますね。よいしょ。最もピーティーかつスモーキーで複雑な味わいを持つ究極のアイラモルトとして世界中のファンから愛されるアードベック。あ、これアードベックっつんだ、これ。アードベックっつんだって。アードベックの蒸留所は、アイラ島南部の小さな岬、ゲール語で、にあります。強烈なスモーキーさと、モルトの繊細な甘さが完璧なバランスを誇る独特の味わいは、PT パラドックス、矛盾として、愛されています。46度、ちょっと厚めのお風呂みたいなね感じでございますけどもね、開けていきましょう。温度じゃねえよっつってね、いきます。あだいぶね、水割りなんだよ、氷溶けちゃったから。よし、じゃあお疲れ様です。乾杯。すげえスモーク、もう匂いがもう、うわーすごい強烈。匂いうまいけどね。あ、これが PT パラドックスなの。確かにね、匂い強烈なんですよ。ただ口当たりまろやかなんですよ。でこの飲み込むでしょ、鼻に抜ける香りがまたスモーキーなの。迷子になる。あ、でも癖になるね、これね。これ好きな人はもうずっとこれ飲んでると思うよ。うん、チーズとか合う。うん、そう、チーズ合うね。もちろんスモークチーズもね合うと思うけど、ナチュラルチーズも合うんじゃないですかね。うん、あとはドライフルーツだな。イチジクとかが合うと思いますね、これはね。はい、ありがとうございます。さあ、というわけでね、今日もメールをご紹介してまいりましょう。あ、メールの前に俺なんか今日の音も開けてなかった。今日はね、愛知県だそうでございますよ。愛知県の、松永製菓様のスターシルコサンド。スター、松永のシルコサンド。松永のシルコサンドは独自の製法により練ったあんをビスケットの生地でサンドして焼き上げたロングセラーのお菓子です。すごい、英訳も書いてありますね。へえ、小豆あんリンゴジャム。へえ、これはだってシンス1938、1938年から。これはロングセラーじゃんね。すごい。あ、すごい。これはお茶のあてにいいんじゃないですか。一口サイズでね。シルコサンド。可愛らしいですよ。お椀のね、マークが書いてあって。北海道産小豆を使用したあんをサンドしています。
こんなに小さいのにあんをサンドしてるのかい君は。どれ食ってみっから。なんかね、形状はこのクッキークラッカーみたいな感じですね。うん、かわいらしい。これでサンドされてるんですってよ。いきます、いただきます。結構カリカリだ。うん、あんこいる。あ、好きだな。あ、好き。これこれは長く愛されるわ。100年先まであると思うよ、俺。これうまっ。お茶受けもちろん、これあのコーヒーにも緑茶にも、これは抜群のハーモニーを醸し出すことでしょう。ちょっと固めなのがまたいいよね。あ、俺こればあちゃん家になったらこのお茶受けの皿のシルコサンド全部食うなって言ったな俺な。わあ、うまい。これなにこれ、うまいね。すげえリセットするじゃん君さ。余韻をかき消すね君の香りは。余韻をかき消すってことはまた一から食えるってことなんだ。恐ろしいね。うまいなこれ。こんなうまいかね、シルコサンドよ。やっぱスターは違うな、スターは。うまい。なんだろう、すげえ素朴。ちょっとビスケットがまたしょっぱいのがいいんだよねきっとね。甘じょっぱいなんて日本国民みんな好きじゃんね。うまい。はあ、常備したい。これは常備したいぞ。お賞味期限も長いじゃん。来年の7月まで持つってよ。これはだってもう戸棚にガラガラっつってテレビピッてするっつって。お母さん今日ご飯何みたいなさ。食っちゃうみたいな、そんな感じよ。もうこう茶の間に座ってさ、茶の間座ってこうテレビつけてパーっつって、もうやばい。弱いのよこういうお菓子に砂糖。弱いのよ。昔さ、佐藤拓也のやれますっていう番組がいにしえにあってさ、あの歌なんか出させてもらってさ、いろんなとこ行かせてもらう時があったんですよ。あの店舗回りして皆さんにお礼を言わせてもらえるみたいなイベントあった時に、だいたいこう控え室行くとお茶受けあって、まあホームパイとカントリーマームと歌舞伎揚げがあるわけ。だいたいそこにさ、そっとそのご当地のこういうお菓子置いてあんのよ。嬉しいね、ああいうのは。ありがたいね本当。知らないじゃん。もうその地元にはもう定番のお菓子だけどさ、もう初めてお邪魔しますって言ってるわけでね。もう ずっと食っちゃうわけよ、芋けんぴとかいろいろ。これは封印だな。もう手の届くところやると俺食っちゃうから。はあ、うまっ。見てこれ、もうわんぱくすぎない？37歳。ひどいね。
メールを読めよとさっきからせかされてますけどもね、参ります。リサコさんからいただきましてありがとうございます。タクちゃんこんばんは。こんばんは。スーパーヒーロー戦記ボイスドラマイマジン&機械ノイドの副音声ありで拝見してきました。羨ましい。いかがでしたか。事前に音声なしで映画を見に行っててよかったと思えるほどイヤホンの中が思っていた以上にわちゃわちゃしてて楽しかったです。個人的には電王が大好きだったので本編には出演のなかったデネブを含むあのイマジンたちと機械ノイドたちが会話してると心の中の少年が大暴れでした。ブルーンも心なしかテレビシリーズよりも終始ブルンブルンしていて喋りにも熱が入っているような感じを受けました。知識欲の塊なところは相変わらず可愛らしくていいところだなぁと改めて思いました。なかなか笑い声を応えるのが大変だったので気にせずに自宅で見たいので円盤にこの副音声が収録されることを切に祈るばかりです。タクちゃんはスーパーヒーロー選挙は見に行かれましたか。追伸バラッツ美味しそうすぎるので探します。バラッツどうぞご賞味ください。私行きましたよ。何を隠そう、あね、これ今日私ね、こちら前回じゃの T シャツ着てますけども、私物です。オープンザワールドで白と黒の二色展開ですけどね、私物買いました。私もう東映さんでいただいた出演料をこういうグッズとかこういうグッズにもう還元しています。完璧にね。で何を隠そう、その大泉の、アフレコ終わった後ですよ。その日ちょっと早番だったもんで撮影所の近くに映画館あるですよ。行きました。私行きました。行ってもうマスクして、前回じゃパンフレットくださいっつって、パンフレットとあとメガネケースとみたいな感じでわーって買って、クリアファイルとわーって買ってこうお茶とポップコーンを買いにこうフードとか並んだですよ。おじさんこうバーッと思って、したらもう目の前の坊ちゃんが全カイザーのベルトつけてもうお母さんにもうじゃあもうあつもうこっちなさいって言われながらてん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 ってやってんすよ。これがやっぱり見たかったわけ。ああやっててよかったって思った。本当にああこうやってなんかもう生活の何気ない生活のワンシーンに全会社溶け込んでんだなって思った時に、いやマジでこれは冗談じゃなくてポップコーン注文する前に僕は泣いてましたね、マスクの下で。いやー嬉しいって、本当に嬉しかった。うん、もちろんね、映画館の方はやっぱり人数制限して、客席を開放してるわけで、僕前の方で見てたんですけど、パーって後ろ見たらね、やっぱりこう、ご家族でご覧になられてる皆さんがね、こう、思い思いのこのパンフレット見たりとか何か食べながら、こう、ゼンカイジャーとかね、仮面ライダーたちを見てるっていう空気が、もう、直に浴びれただけで、俺は本当、本当に幸せだなって思いましたね。いや本当にこうやってこうどんどん脈々とヒーローたちを見て育つ子供たちってのがこう大人になり、こう産み育てまた映画館に行くのだって思うとね、いやもうその中にこの一人としてスーパー戦隊の一人としていられたっていうのは本当にもう幸せなことだし、全力全開でこの幸せをこう幸せな気持ちをお芝居に乗っけて頑張らなくちゃいけないなって改めて思いましたですね。やっぱりこの前回のそのムービーレンジャーね、キラメイジャーとリュウソウジャーの一番最後に前回じゃ登場したわけで、その時にも赤レンジャー先輩がいて我らスーパー戦隊ってこうやったんですけど、我らスーパー戦隊って言えるんだって後々噛み締めながらもう何とも言えない気持ちになったんですけど、今回は実はね、ここだけの話、僕ね仮面ライダーも何人かやらせてもらってます。ああいうお祭り作品ってもう何十人っているじゃないですか、ヒーローが。
そうするとやっぱりこう引きで戦ってる時もエイヤートーみたいな声が必要なんですよ。そういうもんだって俺聞いてたから、なんなら関智一さんが前の映画の時に俺これとこれとこれがやったみたいなことをツイッターでおっしゃったと見てたからやれるかもしれないと思って、自分のそのアフレコの番終わった後に、あ、じゃあお疲れ様でしたって監督さん入ってくれた時に、すいません、あのライダーはこれから撮りますかみたいなした時に、あ、これからあの何かで割り振って撮りますよみたいなこと言ってたんで、これとこれやりたいんですけどやっていいですかねって言ったら、あ、いいですよみたいなことになったんで、やりました私2人ほど。我ら仮面ライダーって言いました私。はあ、マジで。いやー、ほんとやっぱりね、やりたいことって言うとくもんですよ。今だって思った時は、それが許されるならば言っとくもんです。おお、本当にね、わがままかもしれないけど言ってよかったと思っている。本当に我ら仮面ライダーって大宮やって行った時に、やっぱり好きなものはやっぱり好きだって言うべきだし、とことんやるもんだなって思いましたね。どのライダーをやったか、これね、言いてんだけどね、いろいろあんのよ。見つけてみて。実はオーディオコメンタリーでも親ブルーンに似た声がみたいなとこあるんですけど、そっから見つけてみてください。こういうのやってますからね、ぜひぜひ。僕はまだ副音声見てないんですよ。ただ台本がこんなにあったんで、これ副音声ですよねって、白倉さんにこれ副音声の台本ですかって言いながら全力全開でやっていいっていう話だったんで、パツパツ、尺パツパツまで入れました私、アドリブも。時間一通じゃん、やばいじゃん。全力全開でちょっと喋りすぎたな。いやでもこうなんのよ、全力全開の話すると。もう最近はさ大変じゃん、親の方も。もう見た？見てか見てる？最近大変だよ。もうね、前回じゃやってますけど、もうサトシ、ステイシーにもう最近はなんか言っちゃってね、気持ちが。サチアレ、ステイシー、本当にあいつどうなるんだろうな。俺もまだ知らないんですよ、全貌を。あいつは幸せになってほしいな。ねえ、なんかカイトとも分かり合ってほしいしさ。ねえ、終われ。はあ、全開ジャーのイベントやりてー、やんねえかな、どっかで。全開ジャーのイベントみんなで話してーなー。終わんねえけどな、あのいわゆる1時間2時間じゃ話終わんないけどね。うん、まあそんな気持ちで、あの精一杯これからも頑張っていきますので、機械戦隊全開ジャー、そしてスーパーヒーロー戦記をよろしくお願いいたします。はい、というわけで本日はここまでのようでございます。話したりでな、おやすみなさい。ああ。